近藤さんは手にした和紙を広げた。そこには新しく選ぶ組、新選組と書かれていた。局長は芹沢とその盟友新見錦、近藤さんの3名が務めることになった。今日の街をきれいにする僕たちの剣を持って、そこには必ず血が流れるはずだった。僕は背中に薄ら寒いものを感じた。このまま行けばもう戻れなくなってしまう。そんな漠然とした不安だけが僕の胸を支配した。新選組、農地帯から新選組と名を変えた僕たちの仕事が始まった。今日の街を巡察し、怪しい人物を片っ端から改めていた。今日の街は僕が想像していた以上に荒れていた。折しも長州討伐家が京へ登るという噂が流れ、過激派たちが勢いついていた。それだけではない。混乱に乗じて盗み、強盗、放火、そんなことが横行していた。僕はそんな奴らを次から次へ改め、抵抗されれば切らなければ切られてしまう。防衛本能の赴くまま僕は剣を振った。